音楽を流して一日の始まり。まだ眠い。まず朝起きたら歯を磨いて顔を洗って顔を拭いていつも飲んでるコーヒーを入れる。ブルーマウンテンが好き。これがないと一日が始まんない。そろそろ家出る時間だから王子へ。地元を歩いてドックスの店舗へ行く。ゴーシューとジェリー君と合流他のドックスメンバーどこ？電話したけど来れなかったし今いるメンツだけで打ち合わせ。爆笑しながらあれこれ話す。そんで腹減ったからテンテン移動。ゴーシュー腹減ってないって言ってたのに大盛りの天丼頼んでたな。マジうまいけど。ごちそうさまです。次は髪を切りにいつものバーバーショップへ。3日に1回のフェード。パッパリまさきじゃあね。地元から渋谷に向かう。撮影スタジオに着くまで迷いまくる。右左あっちかなこっちかな。あ、可愛い子もいた。ゴーシューはしかとしてる。まだ迷ってる。音楽聴きながらノリノリ。ちょっと遅れて到着。すいません。これから撮影が始まる。ラムダさん久しぶりです。あ、この服かわいいですね。どこのですか？金のこれもかわいい。1着目に着替えてワンルック目の撮影。カメラマンは岩沢さん。音楽聴きながらノリノリ。おー、いい感じですね。そして2ルック目に着替えて黄色い背景で撮影。音楽聴きながらノリノリ。ありがとうございました。次は友達の服屋さんに移動。原宿のたまり場。この T シャツもいいな。女の子の話とか音楽の話。甲州はなんか変なのかぶってる。そろそろ地元に帰る。折口は王子南。スタジオ行って曲作り。まずはビート選びから。コッシーあっつー。一晩で12曲作った。中華屋で乾杯。みんな飯頼みすぎっしょ。空心菜と餃子とレバニラ。あとエビチリで腹いっぱい。また来ます。一旦家に帰ってテンション高めで着替える俺を見てる二人はなんか冷ため。赤いチェックのシャツかグレーのフリー、どっちがいいって聞いたら何でもいいから早くしてってせかされる。そんなに急がなくてもいいじゃん。とりあえず行こう。もうなんだかんだ夜中。地元の友達みんなが待ってるベースメントモンスターへ向かう。階段降りる。誰が来てんだろうな。パーティーが楽しみ。着いたらもうみんなぶち上がってる。佐々木もジャン君もワイズ君もヨシもノアもヒカル君もちぎり交わして握手。ずっと音楽鳴りっぱなし。疲れてこっそり一人で帰ろうとしたらバレてみんなもついてきた。外はもう朝。千鳥足、スティーロ君、ヤンセ君、助けて。大体こんな感じで一日が終わる。25時間飛べる音。オーディオテクニカ。